はい、皆さんこんにちは。皆さんこんにちは、はい、いよいよ12月20日関口さん、これはどんなイベントなんでしょうか？コロナでなかなかお家で家族で過ごさなくちゃいけない日々が続いていますし、また学校現場では1人1台 PC を使った授業というのが広まっていて、プログラミングの授業も始まっています。そういったところを踏まえて、実際に ICT を使って先進的な授業をしている先生たちの授業を体験できるイベントを企画しています。関口先生、なんと今回プレゼント企画もあるということで楽しみですね。そうなんですよ、すごい楽しみなんです。抽選で20名様に図書カード500円分をプレゼントということで、はい、当日 YouTube ライブ配信の中でワークショップとワークショップの間に休憩時間が10分程度あるんですけど、そこで4つの文字を集めていくんですが、休憩時間ごとに1つずつこの文字を公開していくので、まあ、ぜひパンフレットもダウンロードしていただいて、そこに申し込み窓口も書いてありますので、ご参加いただければ、はい、と思います。じゃあ次に、まあ、どんなイベントがあるか、まあ、先生方にご説明してもらおうと思うんですけど、そうですね、説明にあたって名司会者の加藤先生にバトンタッチを、はい、それでは名司会者の加藤さんに、加藤先生にバトンタッチをしたいと思います、はい、加藤先生。はい、いやこれからの教育すっごくなんか楽しみですよね、小林先生。そうですね、本当に楽しみでワクワクしちゃいますね。本当にテクノロジーがこうガンガン入ってきて、みんなもう一人一台パソコン持つようになって、本当に遊びの中に学びがあって、学びの中に遊びがあるような、そんな感じがするんですけど、やっぱり私たち、まあ、教員やあと保護者にとってもちょっと心配なこともあるかなと思うんですけど、小林先生どう思います？そうですね、私親としてもどうしてもゲームのやりすぎとか、うん、はい、それをもう少しこう勉強の方にも向けてもらえないかなって思うことよくあります。それがですね、まずセミナー一つ目なんですが、はい、松濤秀和先生によるですね、ゲームばっかりで大丈夫？これからのゲームとの向き合い方という、セミナーがあるんです。もう今の時代ゲームを完全に取り上げてしまうこと、これって難しいと思うんですよね。そんな中でゲームとの向き合い方、これについて学べるのがこの松濤秀和先生のゲームばっかりで大丈夫？これからのゲームとの向き合い方っていうセミナーなんですよ。なるほど。そういえばこの先生よくテレビとかにも出てますよね。まあそれでですね、さらにセミナー、今回のイベント2本立てになっておりまして、もう1本あるんですよ。お、それは楽しみですね。はい、それがですね、こちらのセミナーですね、今こそやりたい、今日からお家で始めるスマホやゲームの情報モラル教育というセミナーなんですが、こちら講師は荒谷陽介先生、金沢の星稜大学から、金沢星稜大学からですね、駆けつけてくださるということで、とても楽しみなセミナーになっております。やっぱりこうゲームやスマホを家の中でどうやってルール作りしていくのかってとっても大事ですね。はい、そうなんですよね。もう一人一台パソコン、タブレットを持つようになると、必ずどのご家庭でもやっていくであろう、それがこのルール作りだと思うんですよ。これを、情報モラル教育教材開発の専門家である荒谷陽介先生に、ご講演いただくというセミナーになっております。ワークショップ、1つ目はワクワククーブで動くロボットを作ろうです。ソニーグローバルエデュケーションさんのクーブを使ってロボットを作ります。ブロックを組み合わせて、最後は自分たちで動くようにプログラムしてほしいと思います。残りの枠は3枠なので、ぜひ申し込んでください。はい、ワークショップ2番目は遊び方無限大、創造的ビジュアルプログラミングでゲームクリエイターになろうという、ワークショップです。スプリンギンというビジュアルプログラミングアプリ
の基本的な操作を学ぶというものなんですけれど、加藤先生、とてもワクワクする内容ですね。本当ですよ。このスプリンギンというこのアプリはですね、本当に面白くてですね、かなり細かいところまで作り込めると思いきや、誰でも操作ができるようにね、工夫されているんですよね。そうなんですね、はい、タブレットで簡単にプログラムができる、とても夢のようなアプリ。大人も子供もみんなハマって、とても楽しくなってしまうワークショップ。皆さんぜひ参加してください。はい。はい、ワークショップ3番はマイクラ音符ブロックでクリスマスを奏でようです。こちらは、マインクラフトの、音符ブロックを使って素敵なクリスマスソングを奏でて楽しむワークショップになっております。加藤先生、はい、マイクラで音符ブロックって使ったことありますか？いや、これがですね、私もですね、初めての経験になりそうで、とてもワクワクしています。このマインクラフトってのは本当に誰もが触ることのできるもうゲームなんですよね。でゲームでありながら学ぶことができるっていうね、もうまさに今回の遊びの中に学びがあるというそういったものだと思うんですけれども、もう本当に楽器初心者、音楽初心者の方でも楽しんでいただけるような内容となっております。そうですね、実はこれ特別支援学級の生徒さん先生方が企画しているワークショップで、楽器が弾ける子でもそうでない子でも楽しめるっていうところが実は今回の売りなんですね。なるほど、今回は特別支援の先生方がお集まりいただいて、これをワークショップ展開してくださるということなんですね。そうなんです、今回企画運営していただくのが津端先生、山口先生、福永先生、渡辺先生という、女性の先生方が優しく教えてくれるという内容になっております。とても楽しみなものになりますね。はい、このワークショップでは科学ブロックを使ってマインクラフトを2倍楽しもうになります。2倍ってどういうこと？こういうことです。まずは前半戦、この実験キットを使って、実際に実験をします。このキットにある実験で、炎の色を変えるというのをリアルでやります。後半戦はマインクラフトの世界に入って、実験をします。まあ、具体的にどういうことかっていうと、化学ブロックでしかできないこと、まあ松明にちょっと薬品を振りかけて、ニュー松明、ちょっと色のついた松明を作ったり、いろいろ、化学を使った、力で、ブロックをパワーアップさせていきます。ぜひ楽しみにしてください。はい、皆さんこんにちは、この誰でもなれる初めての YouTuber ということで、今回は稲垣 TV、 なんと登録者が約15万人です。はい、これを運営している川島さんと、それから青山学院中等部の僕が、まあ自分はね、本当に底辺 YouTuber なんですけど、まあ本当に誰でも YouTuber になれるのか、動画の作り方、それから配信の仕方、そんなことを2人で話していきたいと思いますので、楽しみにしていてください。それではじゃあの、はい、ここまでたくさんのワークショップを紹介させていただいてまいりましたが、今度のワークショップが最後なんですよね、小林先生。そうですね、いよいよ最後のワークショップになります。はい、でこの最後のワークショップも必見なのでですね、ぜひ皆さんよくよく聞いていただけたらと思います。最後のワークショップはですね、プログラミング教育にお悩みの先生に送る、いろいろな教科で楽しめるプログラミング授業のコツということでですね、株式会社仕組みデザイン、そして現役の福岡県の小学校の教員でいらっしゃいます岡田先生に。私も実は本当プログラミング悩みますよね。みんな悩んでるんじゃないかなと思います。今回特にプログラミング教育は教育でも、教科で楽しめるプログラミング授業のコツということなので、私たち小学校教員なら、また他のね、講師の教員の方もそうだと思うんですけれども、必見のワークショップになっていると思います。
この岡田すごい楽しみだ。そうですよね、すごい楽しみですよね。この岡田先生はなんとですね、今年全国で14カ所の小学校でプログラミング教育の実践や普及に携わってきた方なんですって。そうなんですね。それはとても聞いてみたい、見てみたい、気になる内容ですね。はい、もうそんなですねスーパーイノベーティブな先生がですね、今回プログラミングの授業作りのコツを教えてくださるということで、これを聞けば新学期の授業作りに役立つこと間違いなしですよ。はい、実はちらっと聞いたんですけれど、はい、最初の前半はすぐにできるプログラミング授業法、うん、後半は外国語の活動の授業を例に挙げてお話ししていただけるってことなんですけれど、はい、本当ですか？本当です。そうなんです、よくご存知ですね。もう小林先生本当はめちゃくちゃ気になってますよね。それね、ものすごく気になってます。はい、ぜひ参加を当日していただいて、全国の先生方と一緒に、学ばせていただけたらなと思っております。はい、すごいこの盛りだくさんの内容ですね。そうなんですよ、本当にセミナーからワークショップまでたくさんあるので、どれに出ようか迷ってしまう人も多いみたいです。関根さん、これ申し込みはどうすればいいんですかね？申し込みは専用のサイトがあるので、はい、この YouTube の概要欄ですね、概要欄、はい、概要欄、こちらに書いてあるわけですね、はい、そちらから申し込めば参加できる、はい、ということなんですね。はい、はい、これも楽しみで夜も眠れませんね。今日から不眠の日がつくと思います。はい、そうですね、はい、それではまた当日楽しみにしていてください。はい、それではまた。はい、じゃあのー、また。